エリスは、ギリシア神話の不和と争いの女神である。ギリシア神話の殺戮の女神エニュー王と同一視される。ローマ神話のディスコロニアに相当する。ホメーロスの女ジ子ジシイリアスでは、軍神アレースの妹とされ、ヘイシオドスの神闘記では、夜の女神ニュクスが一人で産んだ娘とされている。ヒュギーヌス、神話集では夜、ニュクスと闇。 エレボスの娘に不和が生まれたとしている。戦場では、血と誇りにまみれた鎧を着て、槍を持ち、火炎の息を吐く。通常、有欲の女性として描かれる。エリスは、多くの災いの母となり、ポノス、レーテー、リーモス、アルゴスたち、ヒュスーミネーたち、マケーたち、ポノスたち、アンドロクタシアーたち、ネーコスたち、プセウドスたち、ロゴスたち、デュースノミアー。 アーて、ホルコスを産んだ。ベルギリウスによると、冥界の門の近くには、ウズオムゾのオネエロスたちが絡まる、二レの巨樹があり、周りには、冥界の神々や怪物たちが住み、血染めの紐で蛇の髪を結んだエリスもそこに住んでいる。兵士オドスは、教訓し、仕事と日々の中で、二種のエリスについて書いている。片方は忌まわしい戦いと抗争を蔓延させる。 残忍なエリスだが、もう片方はニュクスが生んだ長女であり、怠け者も相手への戦争によって、切磋琢磨する闘争心をかきたてる、液のある前期エリスがいるとした。エリスは、イソップグーにも、不和や争いの偶意として登場している。ヘイラクレースが旅をしていると、狭い道にリンゴに似たものが落ちているのを見て、踏みつぶそうとした。しかしそれは倍の大きさに膨れ、 もっと力を入れて踏みつけ棍棒で殴ると、さらに大きく膨れ上がって、道を塞いでしまった。呆然と立ち尽くすヘイラクレースのもとに、アテナーが現れていった。およしなさい。それは、アポリアとエリスです。相手にしなければ小さいままですが、相手にして争うと大きく膨れ上がるのです。アントーニーヌス・リーベラーリス、変身物語集では、パンダレオスの娘エドオーンと大工、ダイク、 ポリュテクノスは、仲の良い夫婦だったが、ゼウスとヘーラーよりも深く愛し合っていると自慢したため、ヘーラーの怒りを買い、エリスを送り込まれた。ヤーコブ・ヨルダーンスの1633年の絵が、フワの黄金のリンゴ、プラド美術館所蔵。キプリアさんに逸した、女児子、キプリアによると、エリスは女神テティスト、ペーレウスの結婚式に招かれなかった腹せに、 最も美しい女神にと記した黄金のリンゴを、縁の場に投げ入れ、ヘイラー、アテーナー、アプロディーテー三女神の争いを引き立た。その結果、三人の女神は、トロイアの王子パリスによる裁定を仰ぐことになり、トロイア戦争の援援を作った。イーリアス・トロイア側で激光する、アレースと赤ヤ側で鼓舞するアテーナーの二神の戦いに、恐怖でエーモスと敗走ポボス。 アレースの妹であり、戦友のエリスが加わる。女神は、悪くことなくたけり狂い、両軍の兵士たちに敵意を吹き込み、普段は小柄だが争いが膨らめば、大地に足をつきながら、頭は天に届くほど巨大な姿になり、軍勢の中を駆け巡った。三日目の早朝ゼウスはエリスに、戦いの兆しを持たせ、女神は、赤矢軍の船に立ち、 すさまじい大声でおたけびをあげると、兵士たちは闘争心と不屈の気力が湧き、戦いを好むようになり、赤い矢とトロヤ両軍の荒れ狂う戦闘を見てエリスは、大いに喜んだ。また、テーナーがまとうアイギスの姿の描写に、ふさが垂れ、縁には、ポボスが取り巻き、表には、エリス、アルケ、イオケに、怪物、ゴルゴーンの首がある。ヘイパイストスが作った、アキレウスの盾にも、 人間どもの激しい戦いに、エリスと、キュドイモスと、ケールといった神々が参戦する様が描かれている。これに似たものに、ウェルギリウスのジョジシ、アエネイスがあり、ヘイパイストスは、アプロディーテーの息子、アイネイアースのために盾を作るが、その盾の表にアレースとエディーニュスたちと共に、裂けた衣をまとったエリスと、その後ろに、女神ベローナが、血色の鞭を持って従い。 戦闘のただ中で荒れ狂う姿が描かれている。ディスコーディアニズムのシンボルである神聖なる顔。五角形に象徴される秩序とエリスの黄門のリンゴに象徴される混沌の相互関係を示す。古い民話、童話の眠れる森の美女は、女神テティスとペーレウスの結婚式におけるエリスの行動にヒントを得ていると言われる。王女の誕生祝いに招待されなかった魔法使いが、 呪いをかけるという筋立てである。1957年頃、カリフォルニア州のグレッグヒルとケディ・ソー・オンリーは、エリスから霊感を得たと称して宗教、もしくはそのパロディを創立した。その教義は、自身を含めた、あらゆるドグマを笑い飛ばし、超越することである。なお、この宗教では、ジョシュア・ノートンを聖者としている。2005年に発見された、新天体は、 大きな論争を呼んだことにちなみ、エリスと名付けられた。ありがとうございます。